先内英樹入口の牧場。昨日薬買いに行った時、前にヤンキーと近く、前にヤンキーと近くにギャルを追って何かをやると思ったら、ヤンキーがドンってレジで置いたゴムで、ヤンキーの方がそういうとこちゃんとしてないなと思った。いや、そりゃそうやろ。お前セックスする時に、てかわざわざ生にするメリットある？なんかさ、性病とかさ、妊娠の可能性もあるわけやん。俺なんか生にする、嬉しくなくない？ゴムつけたくない？どんな女とやる時でも。別に。風俗でね、生でやっていいですよって言われたら生でやるけど、もうそれ以外に生でやる必要は正直ないよな。いや、めちゃくちゃ気持ちいいと思うやろ。言うて変わらんからな、ぶっちゃけ。もう怖いだけ、ただ。もうやべえ、射精したら終わる、射精したら終わるみたいな。ビビりながらこじるだけで、小鹿みたいになるだけで、俺ずっと小鹿みたいになっとったもん。大丈夫か？あ、やばい人！あ、大丈夫やった。あ、みたいな。黒ひげ危機一発みたいな感じでセックスされるんだけど、あ、やばい、出るかも、あ、よかった、出なかった、みたいな。嫌じゃない？こんなめたらいいからね、別に。黒ひげがピョーンって出てもちゃんと止まるから、ここで。ピッて。せやで。だからもうヤンキーも別になんかモラルとかじゃないって。だからそれめんどくさいことなりたくないからゴム買って。偉いでも。ちゃんとゴム買いましょう、皆さん。